毎日ブログ生活1025日目。スーパーで駅弁が飛ぶように売れていることから、息のいい接着剤について動画がありましたので解説してお話しします。久しぶりにリアルに会うと、お互いの近況の報告からたくさんの刺激をもらった。久留米で本堂を専門に販売している末慎こと末安慎二です。エースボンド産業資材事業部、ミッション使命、お客様のできないをできるにつなぐ、ビジョン世界観、関わる全ての人がつながり、さらにつなげたくなる世界にする、パッション情熱、粘り強く問題を解決して信用を積み重ね続ける。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、息がいい接着剤があった。1000円以上の駅弁が各地のスーパーで飛ぶように売れている。コロナ禍で駅弁の販売がスーパーや通販にシフトしている。確かに観光地はまだまだ惨々たる状況です。駅弁も9割以上の売り上げを失う状況となった。そこで今までは駅での販売や百貨店の催事販売だったのを、スーパーで駅弁大会を開催したという。スーパーの弁当は1個400円くらいであり、駅弁は1個1000円以上する。それにもかかわらず、スーパーでも売れ行きは好調である。売れ筋は群馬県横川駅の峠の釜飯、富山駅のマスの寿司、北海道森駅のイカ飯、これらが飛ぶように売れている。さすがブランドの駅弁だ。確かに1000円は高いが、その場所まで行ったと思えば安いくらいだ。ちょこっとでも旅行気分が味わえるのは嬉しい限り。場所によっては出来たてほやほやの駅弁を販売してくれるところもあり、息がいい駅弁もあるようだ。実は息がいい接着剤があった。なぜ息がいいのか。水に垂らすと激しく動き回る接着剤があった。水の中にセメダイン C を垂らすと、この怪奇現象が話題を呼んでいる。まさに息のいい接着剤だ。セメダインのツイッターはこちら。水を張った容器にセメダイン C を垂らすだけで、外から何の力も加えてないのに、あら不思議。垂れた接着剤は水面をぐるぐると動き回ります。息が良くてびっくり。こりゃ鮮度抜群の接着剤だ、といった声が寄せられている。これは表面張力によって起きる現象で、セメダイン C に含まれるアルコール成分が水に溶け出した結果、浮いているセメダイン C にかかる力のバランスが崩れ、不規則に動き出す。ちなみに動き終わったセメダイン C は白い塊になります。ご自身で保つ場合は、以下の点をご注意ください。有機溶剤を含みます。ご使用時は必ず換気してください。実験に使用した容器に食べ物、飲み物を入れないようにご注意ください。蒸気の点に注意して自由研究にご使用ください。今日の一品です。エースボンドのホームページを少しずつリニューアルしています。販売サイトベースにイグサの畳ヨガマットを加えました。100年を超える老舗が作る新感覚の日本製ヨガマット、オリジナルブックカバーもありますよ。ぜひとも覗いてみてください。ではまた。末慎でした。